大家好，我系 Croc，我哋欢迎大家跟黑猫一起练日文。今日咧要睇嘅新闻咧系同喉咙 a 有少少关系嘅，因为呢个喉咙 a 而衍生出嚟嘅。咁样呢，就系、是、呢外国啦，有啲专家呢，就要求啦，就写咗呢个类似许愿信咁样呢，就俾日本呢，就要求咧啊，俾啲留学生入国啦咁样嘅一个新闻嚟嘅。咁主要详细系啲咩呢？我哋一齐睇下先啦。日本の政府へ手紙。 留学生たちが日本に入れるようにして。新型コロナウイルスのオミクロン株が広がっています。今はたくさんの留学生や研究者が日本に入ることができません。アメリカやカナダで日本について研究している専門家など100人ぐらいが名前を書いて、 日本の政府に手紙を送りました。手紙には、学生は日本ではなくて他の国に留学することにしたり、他の外国語の勉強を始めたりしています。日本への興味が少なくなることを心配しています。早く日本に入ることができるようにしてくださいと書いてあります。 カナダのトロント大学の先生はこのままだと日本のことをよく知る外国人を育てる機会がなくなりますと言っています将来日本が外国といい関係を作ることに問題が出るかもしれないと心配しています 日本の政府への手紙留学生たちが日本に入れるようにしてはい標題の度で給日本政府的一封信再給留学生們去日本框着の就是再給留学生日本嘅意思給…の信就是えの手紙新型コロナウイルスのオミクロン株が

現在、有許多く留学生や研究者は、アメリカやカナダで日本について研究している専門家など100人ぐらいが名前を書いて、日本の政府に手紙を送りました。 モキネリジン、メイコ、アメリカ、カナダ、カナダ、大会など100個の日本相関の研究者が、共同訓練向行う日本政府が発一封信方手紙には、学生は日本ではなくて、他の国に留学することにしたり、他の外国語の勉強を始めたりしています。 咁咧信入邊就提到啦，而家我哋嘅学生咧，逐渐系倾向去到其他国家留学嘅，或者咧系改成学习其他国家嘅语言，而唔再系选择日本咧。

請問盡快將再讓我哋咧可以踏入呢個日本啦。今、嗯、日信入邊咧係咁樣寫到嘅，咁、嗯、大家睇咗幾日嘅新聞咧，應該好清楚、就是這個、啦。就係呢個托摩乜咁樣咧，跟住就係 call 翻佢前面講過嘅嘢啦。咁今日用到嘅咧就係托カイデアリマス咁樣。カナダのトロント このままだと日本のことをよく知る外国人を育てる機会がなくなりますと言っています。加拿大多倫の多大学の教授は、这样的就後に言っています。後しの教授は、私は日本てることがます。私は、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 私、私、

將來咧，如果日本咧要同外國建立良好關係嘅時候咧，好可能咧會發生一個嘅問題嘅。 咁以上嘅新聞咧就係關於咧外國啦，有一百名嘅專家咧就聯署咧寫俾日本嘅一封請願信咁樣啦，就咧要求日本快啲開翻呢個國門俾呢啲留學生入境啦。咁因為畢竟咧都經過咗兩年幾啦個疫症，咁啊有好多留學生入唔到去日本。咁呢一個空窗期點算咧？咁可能誒而家未有呢個問題顯示到啦。咁但係呢啲專家咧就會擔心可能誒、呃、之後冇。 几年即系可能冇两年或者三年，唔知日本继续封几耐啦。今日会少咗好多识日文嘅外国人呢。今日变咗喺处理一啲国际嘅问题呢，可能就冇咁容易啦。咁啊，以上呢，就我哋今日要睇嘅新闻啦。如果大家有啲咩问题呢，或者中意嘅影片呢，就记得下边嚟话俾我听啦。然之后咧，帮我订阅就同佢分享出去啦。咁我哋听日再见啦，就麦多呢，拜拜。